こんばんは。今日は、一人でですね、今会社で、仕事をしております。まあですね、昨日は、遅くまで、かかりましてね、この瓦版をね、仕上げまして、はい。まあこの机でいろんな仕事をするわけですけども、まあこの、原稿ができまして、まあ最初このこんな感じでね、こう起こして、あとは文章を埋めていくわけですけども、まあなかなかね、なかなかね、昨日は筆の走りが悪くて、大変 で、まあ今日はですね、誰もいません、まあ誰もいませんけども、ちょっとね、整理をしてこなきゃいけないことがあるので、今日のねこのタイミングでですね、ちょっとね、お伝えしようと思うんですけども、まあ今日休みでね、一人でね撮ってますので、ちょっとねお見苦しい、あるいはお聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、よろしくお願いします。まあイベントのですね、いろんなこの準備をしてるわけですけども、イベントをどうしてそんなにね一生懸命やるのかっていうとね、これもうとにかくスバルそのものがですね、そんなイベントなんて、考えても見ない時代、いない時代にですね、実はその、僕お客様感謝デーっていうのをちょっと思いついて、やり始めたんですけども、結構評判が良かったので、当時は井村屋のですね、なんかねお菓子をね、あげたりしてねやったんですが、今日は、相棒を連れてね、今ちょっと今夜のね犬酒場の犬酒場の、あの食材をね買いがてら、今日の犬酒場の食材はですね、油乗ってますマアジ、それからブリね、養殖ブリ、それからホタテ、それからキハタマグロ、なんかね今日ねみんな安くなってましてね七輪でね焼こうと思います。さっきねすごい激しい雨降りましてね、ちょっとそれでね今あの相棒ね、相棒ここでねちょっと待ってるよ、相棒ここで、おとなしくねしてます。今日ずっとね朝からずっと一緒だったので、まあストレスは溜まってないと思うんですけども、まあイベントの頃にこのあとこのブルーベリーがね、実るとねいいなと思ってるんですけども、実はその面白いですよね、こうやって畑をこう客観的に見ていくとですね、まあやっぱりその木の様子で剪定ちょっとしてないもんですからいけないんですけども。ここ枯れたんですね。で、植えたらですね、これ多分ホームセンターにあるうちにも受粉したんだと思うんですけども、これが今度ちゃんと根付くのかどうかっていうのが極めてねちょっと心配な状態なんですね。なぜかっていうと、ここもですね木の状態があまり良くない。でここをですね、この間2本目が枯れたんで思い切って引っこ抜いて、掘ったらですね、まあいろいろ出てきて、たくさん石が出てきて、これはもう受粉してないんで、今年はそれでも1個なってるわ、頑張ってんな、頑張ってるなと思うんですけど、こういうふうにきちんとね実ってるのもあります。これは楽しみですよね。こういうのをまあお客さんにね差し上げてるんですけども、枯れたということはこの2つのこの位置のこの下にですね、何かがある。でまあここはちょっとしばらく様子を見ますけども、これもう一回丁寧に掘り起こして一回下を徹底的に、取り除いてから、ピートモスを入れてですね、植え直さないとまずいかなって思います。それから今年もこの流絶蘭がこのニョキニョキと出てきました、ね、元気ですよ。これ見るとね、これを見るとね、やっぱりこうなんていうんですか、ホッとしますよね。スバルも
こんな感じのとこありますよね。ガーッと元気を出す時がありますからね。そういう会社ですよね。このアスパラガスのお化けみたいのからこの白い花が咲くんですけれども、まあそういうことをこのやってるとですね、なんかですね、勇気が湧いてきますよね、やっぱりね。生きる勇気が湧いてくると、これがやっぱり大事じゃないかなと思って仕事してます。おかげさまで今月スタートはですね、比較的スタートダッシュが効いてまして、で、まあ、いろんな意味でですね、たくさんお客さん来ていただいてますし、新車もレイバック、それからクロストレック、インプレッサー、好評ですし、最近ちょっとね、レボーグはね、レイバックが出た当初はね、レボーグ級だったんですけど、最近やっぱりレイバックにね、やっぱりその座を奪われてると思いますよね。で、このインプレッサは昨日話したように、今度のイベントの目玉になりますし、このフォレスタ、BRZ もそうですし、で今度の新しい試乗車がこれになります、ね。まだねちょっと乗ってる余裕がないんですけども、それでもう一つの仕掛けがですね、今度のカーラバはこの車と赤い、紅白のね色の話でね、ちょっと攻めてますんでね、楽しみにしてください。色の話でね、紅白のあのソリッド、両方のソリッドがね、こうなかなかスバルうまいこと作りますんでね。でもう一つの仕込みがですね、まあこれ須崎さんがね頑張った、ね、オップ缶使ってね、賞を取りましたよね。あれは、アウトバックで取りましたけども、これはまあ会場にも置いてありましたね、今年のオートサロンの、フォレスターに、オープンカントリーを組んで、で結構ですね勘違いしてる人が多くて、今もエナの魚屋さんにいたらですね、まあ顔見知りの人にちょっと声かけられてね、フォレスターが8月に変わるんですよねって言われて、いや変わらないですよ、なんだとか、いやなんだって変わらないです、今年もずっと作って、それでいろんなお値打ちな車が出てるしっていう話をしましたけども、やっぱりこの話全然勘違いして新しくなると思っている人もいればですね、この車がいかに買い得だっていうことを理解していらっしゃる方も多くて、今売れてます、で売れてますので、もうラストチャンスでこんな乗り方できるよと、279万円でこんなに高品質で、で、まあ冬タイヤ用のね、オイルにしてくださいと、で、新品がねタイヤちょっともったいないよという人にはまあ申し訳ないんですけど、これがねいわゆるゴツゴツタイヤなんですけども、もう一つのですね、ラギットテレーンという RT ってやつを以前僕は履いたんですけども、これは AT オールテレーンです。オールテレーンは、まあ、いわゆるオールシーズンタイヤみたいなもんですね。で実際これスタッドレスの能力もありますので、結構なかなかのタイヤですね。これをね、ちょっとこのホワイトレターがねやっぱ似合いますでしょう。この見てください、このグリーンの渋さとね、このチョイスね、これ実はこのタイヤのホイールのチョイスは、東洋タイヤのね、水野さんにね実はお任せしました。東洋のセンスでちょっと一回やってくれということでね、中スバルもですねブーストしていきますね。中スバルもブーストして、これからね、残る何ヶ月あるんだ、来年のこのフォレスタって大体ねいつもデビューが2月でしたのでね、平成9年の2月にデビューしました、ですからそういうパターンでねデビューするんじゃないかと思いますけども、そういうことでですね、イベントに向けて、新たなね、仕込みをしていきますので、ね、ので今日はちょっと短いかもしれませんけどもね、お楽しみになさってください。今日はちょっとねラフな格好ですいません、ラフって言っちゃいけないか、カジュアルな、ね、格好ですいません。ラフって言っちゃ正直ね通用しないですね。ラフって乱暴な服装じゃないですね、まあ、ちょっとカジュアルにね、ちょっと今寒いですけどさっきまで暑くてね、家でいろんなことしてました、ということで、今日はこれで終わります。明日もよろしくお願いします。